アイドルの子たちがペアルックで可愛いエアジョーダンのスニーカーです。はい、ということで今日は私の大好きな水色のものを紹介していきたいと思います。実は雑誌でなんか好きなものを紹介するみたいな回があって、私はすごく水色をたくさん集めたので皆さんに紹介していきたいと思います。まず1個目はじゃあエアジョーダンのスニーカーです。これはめちゃくちゃ可愛くない？この水色が本当に私の好きな水色、ドンピシャって感じなんだけど、これがヨシが買ってて可愛すぎて真似した水色のエアジョーダンになります。今日の格好とかにも合いそうだし、すごいお気に入りです。続きまして、ちょっと本当に季節もの関係なくかき集めてきたんだけど、じゃん、マルニのマフラー。これすごい可愛くて、私が先に買ったかな、買ってで母も可愛いって言ってくれて、母はネイビーを持っています。買いたての時は水色って超使いづらいなって思った、普通にネイビーにすればよかったって思ったけど、めっちゃ可愛い。あと今金髪に水色がすごく合う。スワローって映画見たことありますかね。主人公の女性がいろいろ異物を飲み込んじゃう映画なんだけど、その人が結構金髪に水色のタートルネックとか着ててすごい可愛くて、このブロンドと水色のお洋服のマッチが私はすごい好きです。でもね、もう黒染め今日していっちゃおうので水色と冬服っていうのは見れないんですけど、冬とかもう一回やりたいなって思います。はい、続きまして、あ、これも私の大好きなアイテム、じゃーん、かわいい、ミニレディディオールです。かわいい。レディディオールは白を持ってるんですけど、普通のサイズ、これはすごい可愛くて、普通のサイズよりも先に手に入れたんですけど、持ってるカバンでも相当お気に入りのバッグです。かわいいよね、意外と入るの、いろいろものが、リップとか、あと私は最近だとチークを持ち歩いてるのと、あとクッションファンデぐらいだったら入って、クッションファンデとリップとカードみたいな感じで、私の必需品は意外と入るのですごく重宝しています。そしてこれは何と言っても、もし私にお子様が生まれた時とかに、すごいサイズ感可愛くない？私にしたらさ、ミニレディディオールだけどさ、子供とかだったらきっともうジャストサイズじゃん。すごい楽しみなの、これを自分の子供がつけてる姿。ミニバッグはそういう楽しみもちょっとあったりなかったりします。ほんと気が早い私。はい、続きまして、可愛いよ、花瓶です。このお家に引っ越してきた時に買った花瓶で、ずっと飾ってました。花瓶はお家にいっぱいあって、私花瓶は結構透明なものを使うのが好きなんだけど、これはすごい可愛くて観賞用で、まだお花挿してないんですけど、水色とこのボテボテとしたフォルム飾ってて気づかなかったけど、まだ、ね、値段が貼ってありますね。可愛い。後ろのキャンドルもちょうど水色。そうなの、私本当に水色が大好きで、このキャンドルが2色あったら同じ香りです。はい、でこちらのバッグはデルフォーのカバンですね。デルフォーでこんな可愛いモコモコがあるのすごい意外だよね。デルフォーって結構ちゃんとしたカバン屋さんっていうイメージ。おお、嬉しい。シャネルのリップ出てきた。いい収穫だ。デルフォーは憧れのブランドって感じなんですよ。私も1個しか持ってないんですけど、これをすごい可愛い冬っぽい水色のモコモコにしました。もっと増やしていきたい、集めたいなって思ってます。白とかと迷ったんだけど、この水色が可愛いなって思って、なんか結構形がカッチリしてるんですよ、革製品だと。ゲットした時にこのコロンとしたフォルムが可愛くて、これにしようって思って、なんかもっとちっちゃいサイズもあったり、斜め掛けができたりとかいろいろあるんだけど、これを持ってます。紐も一応あるので多分斜め掛けもできるんだけど、それはしたことないかな。このハンドルのタイプだと持ちが可愛いかなと思って持ち歩いてます。はい、続きまして、私の大好きな、じゃん、これはエリア、雑誌でも来たんですけど、え、やばい、タグがついてる、まだすげえ。このトップスはファンミーティングでも来ました。え、なんでタグついてるの、すごいな。これは韓国アイドルの子たちが結構着ていて、最近だとさ、スーパーシャイとかでハニちゃんとかがピンク着てたりするんだけど、可愛いと思って買ってみて、ファンミーティング用に。でも意外と着る機会がなくて、あれだけで着てますけど、すごい気に入ってます。正直黒髪の時とかだとすごい激しすぎちゃう。金髪めっちゃ合うくない？金髪だったら結構毎日こういう挑戦的な服装をしているので、今だったら着れたかなって思います。誰だけどね、この人だからこういう格好しててもしょうがないなみたいな。諦めってこと？そう、なんか黒髪でしてるとなんかびっくりされちゃう。でも私本当に感じる、黒髪
行きづらかった。すごく金髪にしてすごく行きやすい。なんか人々に期待とかされてなくて。どんぐり期待されてないんだ。どんぐりはもう全部金だから期待されてない。そしてこちらも写真で載せておきますね。これこそなんかどんな髪色でもなんか着るタイミングは分かんないけど、ファンミーティングのワンピースで、こちらは白も持ってるんだけど、このシルエットが本当に可愛いね。そこでパフスリーブがロタテ、この服が結構可愛くて好きです。パフスリーブがお上手な気がします。可愛いね。なんかドロシーみたいですごい気に入っている水色のワンピースです。これは写真を差し込んでおきますね。ここのお洋服はすごい衣装感があるし、お値段もそんなに恐ろしくないから、卒業イベントとか成人式の二次会とかにいいかもしれないですね。はい、続きましてはじゃん、私のアクセサリーです。まずはお気に入りのピアスです。シャネルのピアス、いつ買ったかも忘れちゃったけど、すごい可愛くて、水色のハートの中にシャネルここが入っていて、意外とアクセサリーは色物とかゴールドとかシルバーとかの方が多いから出番は少ないけど、これはもう結構目の保養要因で、でもたまにつけてます。デニムとかにも合うし可愛いです。はい、続きましてじゃん、可愛い、入んない、どこだっけ、どっか YouTube で出てる牧場で買ったアルパカのリングです。私こういうのが大好きで、おもちゃみたいな指輪をたくさん集めてます。はい、続きましてじゃん、これは私の大好きなワンピースです。フェンディ SF ロゴのワンピースなんですけど、ちょっと前のシーズンのものなんですけど、多分ヨシはさ、水色のシャツを持ってるよね。持ってる。水色だよね。水色同じやつ。可愛いよね。一人で着るのもいいんだけど、本当に全く同じのシャツがのペアルックで可愛いなと思って、これは結構一目惚れして買いました。結構勇気のある大きな買い物なんだけど、サクッと決めちゃうぐらいすごい気に入ってます。今年まだ着てないな。だからこれ水色特集で集めて、もうみんなにあまりにも紹介したすぎて、このまま置いてたから着れてなかったので、今年の夏もいっぱい着たいと思います。可愛いタイトなシルエットで、丈がミニワンピなので、すごい夏っぽくて可愛いかなと思います。続きましてじゃん、大物、すごい大物、春ぐらいに買ったのでまだ着れてないんですけど、オンエアっていうところのジャケットです。こちらのファーハット、ファーのついた帽子は使ってインスタグラムに載せてるんだけど、これはあまりにも可愛くてゲットしたんだけど、もう春頃だったからさすがに着る機会がなくて初めて着ます。ちょっと今年の冬着るの楽しみすぎる。すごいあったかい、早く冬になってほしい。はい、今日紹介する最後のアイテムになります。こちらのマルジェラのポレットバッグになってます。こんな感じでカードが入ったり、私だったらリップ入るかな、リップも入るのでお出かけ OK です。モノチーク大好きなんだけど、スイートチャンネルの方でもしかしたら紹介させていただいたんですけど、これ鏡もついてる、サイズも良い感じなので、こんな感じで意外と私の必要なものは入るかな。これはフランス、パリのマルジェラで購入しました。ヨシも白と黒を持ってるよね。そう、でも僕は白の方を一緒の多分店舗で買った。あお、で黒は普通に日本で買った。あー、そうなんだ。私意外とこれ出番が少なくて、なんでだろう。僕も最近少なくなっちゃった。カジュアル、結構カジュアル、なんかそれが使いやすいかなって思ったんだけど、意外と出番が少ないからいっぱい使っていきたいなと思う。なんかガシャガシャ持ってるからいいかなって思ったんだけど、ね、旅行先ですごい使いやすい。確かに型崩れとか気にしなくていいから、そう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 、これ入れとけばね、こんな感じで。私ね、本当に荷物超少ないんだけど、でも持たないはできないの私、だから絶対必要で、これとかめちゃくちゃ可愛い、シルバーのチェーンでカジュアルでいいかなと思います。はい、こんな感じです。やっと紹介できた、嬉しいっていう感じで、私のお気に入りの水色のアイテム紹介でした。韓国で購入したゼニガメのリップです。これも3つ買って、女の子の友達に3つお配りしました。いや、それも水色なんかあるよ。そう、全部水色。アンカーの充電バッテリー、水色を選んじゃうよね。結構意外と家のものはめちゃくちゃ水色に囲まれております。ということで、これはまだお気に入りですからね。多分水色すべて紹介とかできないレベルでたくさんあるので、キャノンとかいっぱいあるので、いつか またお見せできたらなと思います。でもこの雑誌の企画、実は私ピンクのものと迷ったぐらいピンクもあるんですよ。ピンクといってもベビーピンクみたいな、家のものはベビーピンクの方が多いかもしれないぐらいたくさんあって、そちらもいつか紹介できたらなと思います。はい、ということで以上、みちの大好きな水色紹介でした。バイバイ。